なんで知ってんの？僕の母がクリスチャンなんですよ。10年くらい前になんかお会いしたって。どこに住んでんの、お母さん？山梨の本籍だ。やっぱりこうやってお前と一言話すことも、ここまで歩いてきた理由なんだよね。どこからどちらからですか？あのね、あの沖縄のキャン岬から、うん、あの北海道の宗谷岬まで歩いてる。これで5回目、プレゼント。ありがとうございます。そうだ、ね、やっぱりあの十字架担いでる不良牧師から十字架もらうのもいいんだよね。お母さんは、うん、あのじゃ あの教会に行ってる人なんだ。ずっと父も僕も、うん、小さい頃行ってたんだ。そう、教会学校行ってた。教会賛美歌歌ったりしてたわけだ。うん、もう俺ウーバーチャペルって、うん、あのこの自然界が俺の教会だってやってるから、うん、よくあのじゃあパッと見て何か気づいてくれたじゃん。そうそうそう、いや僕は一回あのどちらかというと親への反抗とともにアンチ、うん、アンチ経験するなっちゃう。アンチになるよ。だってっあの、うん、まあ、俺はキリスト教とキリストは違うんだって言うんだよね。あ、それはすごく分かる。あの俺はジーズスに惚れてるけど、うん、あのキリスト教ってやっぱり神を狭くしちゃってるところがあるから、うんうん、だからまあ俺もある程度お前のアンチに共感して表現してる人間だから、うん、I understand 、うん、でもあのジーズスはお前を愛してることは変わらないから、うん、その存在とコネクトして生きることが一番大切、うん、そういう意味では組織の中に神がいるというよりも、ね、お前の中に神がいるって、うん、それは僕も感じてる。神様、あえて感謝します。どうぞこのブラザーをますます祝福して、彼の中にあるあなたのギフトが用いられますように、うん、エーメン。ありがとう、祝福もらえたから僕から祝福。あ、湧き水の美味しい水を。オッケーオッケー。お長門の奥にあるすごいいい湧き水、まだ僕口つけてないから一杯だけでも、オッケー。ちょっとレモン入れてるけど、レモン、あの聖書の中にこの一杯の水を少年に与えたのは私にしたことだって、あ、聖書のあるから、お前俺にくれたけど、あの十字架の上で乾くというジーゼスに一杯の水をあげたのと思う。ありがとう。お前もちょっと飲めよね。ありがとう。彼らにもよろしく言っといて、うん、ありがとうございます。頑張って。サンキューブラザー。ああやって待っててくれてんじゃん。ね、本当ですね。